残念だったな。マナの木は枯れ、マナの女神はたった今死んだよ。苦しいか。マナの木が失われ、どんどん弱っていっているようだな。マナの木を守るという役目が不必要になった今、フェアリーも消滅する運命。古き女神の時はここに終わりを告げ、我ら魔族の新たな時代が始まる。この魔王も神をも超えた存在、黒の貴公子の名のもとに。そんなことさせない。あ、フェアリー。ああ、自然に消滅してしまうのを待たずに自ら進んで私に殺される死を選んだか。もはや希望がないことを悟ったようだな。さあ、お前たちもフェアリーのように潔く死を選びたまえ。この世は時期に魔界へと変わる。新しい世界、魔界にお前たちが住む場所などないのだ。ではそろそろ始めるとするか。新しく神となった私には忌まわしい思い出が染みついたこの体はふさわしくない。ローラントの王子の体に魂を移すのだ。そう、汚れた着物を脱ぎ捨てて新しい着物に着替えるように。その途中でお前たちは私の本当の姿を見るだろう。そして死ぬのだ。見よ、これが魔界と人間界と聖域三界の王の真の姿だ。体中を力が駆け巡る。さあ、新しい神の手によってお前たちを葬ってやろう。誰だ、苦しい。たとえマナの木が枯れ、マナが失われようとも、私たちは決して諦めたりしない。最後の希望、聖剣の勇者たちがいる限り、マナが失われれば私たち精霊は消える運命。でも悲しくなんかない。みんなはマナがなくてもきっと新しい世界を作っていける。さあ立って、あなたたちの手で未来を守るの。私たちは姿が消えてもいつまでもあなたたちの心の中にいるよ。負けないで。小賢しい真似を。だがマナの剣以外では神となったこの私は倒せん。そのマナの剣もすでにない。終わったな。マナの剣は失われてない。あなたには見えないの。聖剣の勇者たちがいる限り、その心の中にある希望という名のマナの剣は決して失われることはない。ほう、面白い。
やってもらおう。新たな神が希望などいかに愚かな幻想か思い知らせてくれよ。これが最後の戦いです。行きましょう。神の手に。